ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで妖魔界のみんなの様子を見に行こう。ワープはできるんかな。とりあえずできるんであれば閻魔宮殿入り口に。ふう、飛べた飛べた。これで出口。さあみんなは無事かい？なんかまだまだマガマガしいよ。ほら、なに？え、なにこれ？え、なに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 ？え？え？なに？誰が消えた？とりあえず、アキノリと、トーマと、シンがおらんくなったんか。嘘！みんな！なぜその三人？うおう、生きとるやん。まだだ。まだ終わっていない。ほら、やっぱり。ああ！え、全員、絆の力などに邪魔はさせぬ。我が怨念に決着をつけるのだ、主か。なに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 。なんかエンマだけ残されたけど、なぜ？ん？どこに飛ばされた？ここって俺たちの町？現代ってこと？ソロナキウイルスがこんなにいっぱい。このままじゃ町のみんなが。エンマとも完全に引き離されたな。なぜそこだっけ、こんなに桜咲いとったっけ。これは明らかにヤバい気配でウィス。とてつもない力が私たちを引き寄せようとしてます。僕たちも感じる。大森山の方向だね。大森山？そこにソロナキが。ソロナキが俺たちを待ってる。また戦うの？ねえ。アキノリ、僕たちはまだ何か思い出していないことがある。シカとソラナキ、あの二人についての大事なこと、そんな気がするんだ。そうだ。それを確かめるためにも、あいつに会いに行かなきゃな。あ、だって、もともとは仲間やったんやろ、ソラナキ。うん、裏切り者って言ったってことは。ソラナキの正体が思い出せてないってことか、まだ。ああ、ここで全て終わらせるのだ。今度こそ共にソラナキを倒すぞ。じゃあ、オーカイラがしばらく力を貸してくれることになった。お、やったね。よし！みんな行こう。大森山へ。そんな。どうして私たちの世界にソラナキが、マグロ丼がそこにおる。奴はこの世界に溢れる勇気を求めてやってきたのだ。大森山の神木。奴はそこに引き寄せられている。うん、急ごうみんな。ソラナキを止めなくっちゃ。うわ、全然挑みたくないけど。ソラナキの結界か。私が解くわ。みんな覚悟を決めて。ご神木の方からまがまがしい容器が伝わってくる。この結界を解けばもう後には戻れない。ひえー。空泣きの結界を解いて先へ進みますか。進むしかないやろ。ほう。もう自由自在やね、主観になるのも。ガシャのところか、ここは。わらわたち、いにしえの鬼族は、かつて妖魔界の頂点に立つ一族であった。なになに、急に語り出したんですけど。わらわは妖魔王の娘として生まれ、いずれ王の座につく者として育てられた。この二人が、アキノリとトーマの生まれ変わりとして、もしかしてこの手前におる子が、後にソラナキになった裏切り者とかそういうこと？なんかしか可愛い。そんなわらわを守る従者に、クーテンという男がいた。多分それが手前のやつやんね。わらわは、クーテンの優しさに惹かれていた。は、何？好きやったってこと？だが、悲しい。その優しさは、全くのまやかしであった。クーテンがわらわに近づいたのは、父である妖魔王に近づき、殺すため。なんか一番ちっちゃくってね、純粋そうな感じやのに。あの男は妖魔界に封印されし神器妖精剣を人知れず集め、王の命を狙っていた。いきなりめっちゃ邪悪な感じになった。告発者のおかげで牢獄に送り込まれたものの、
奴の怨念は牢を抜け妖魔城までたどり着いた。え、あれの怨念がサラナキってこと？怖っ。空天という優しい男はまやかしの姿、黒い太陽ソラナキこそ奴の真の姿だったのだ。なんかすごい悲しい。触れたものを皆狂気に陥れる世にも恐ろしい悪夢のような怨念はとうとうわらわの父妖魔王に取り付いてしまった。でもさっきの見た目的に、どうなん、誰なん。でも近い感じなのはケータかシンかぐらいな感じするけど。もはや父にはわらわの声など届かず、苦しみと怒りの声を上げて襲いかかってきた。もしかしてあれ、ケイスケとかそういうこと。ケイスケやったっけ名前夏目の弟。違う。わらわはこの手で父を倒した。そうするしかなかった。すべてあの黒い太陽ソラナキが仕組んだ策略だったのだ。わらわはあの者を決して許さぬ。必ず倒さねばならぬのだ。この後頑張らんといかんねやね。でもカイラは戦えんねよね。主君、何千年経っても貴様は所詮愚かな姫。でもケイタとシンはここにおるけん違うんか。私の苦しみ、嘆きの深さも知らずに裏切り者とはよく言ったものだ。この声からわかるんかな。私が受けた屈辱がどんなものであったか思い知らせてやろう。もともとあれか、妖魔界の王様に何かしらひどい仕打ちを受け取ったとかそういうことはないの。いきなり近づいて殺そうとしたんかな。なに、なんか生まれる。怖い、吐き出す。何それ。何が起こってるの。そら泣きおらんくなったけど、なんか吸い込まれた。時空の狭間。なんか落ちてきたよ。何、人型。誰、そら泣き。誰、なんかちょっとすごい凛々しい、かっこいいやつになったんやけど。我が絶望に生まれ、滅びるがいい。これがサラナキ。全然違うやん、さっきまでの気持ち悪いやつと。絶望のうちに沈め。ドラゴンボールに出てきそうやね。怖いんですけど、いけるの。貴様が私のものにならぬならこの世界を消し飛ばす。人間ならというくだらぬ命に転生したことを悔いるがいい。そんなこと言われてもね、転生先とか選べるんですか。痛い。待って、友達召喚レイ。これは避けれるんですか。何、ガシャ。消えた。なんということでしょう。何、ご神木のガシャがこんなに光り輝いて、あまたの妖怪を封じるガシャがお前たちの絆に導かれたのだ。探偵殿、その魔導鏡に光で。何、どうすればいいの。もしかしてこれを吸えばいいとか。なんか隊長、お前ら、おお、ビートを燃やせ、魂をたぎらせるんだ。あれを使ってなんか一緒に戦ってくれる仲間が出てくるってこと。しかも結構な、なんかいやー、結構な感じで戦ってくれるやん。ジャーボー大ジャヤモフェスティバル。ちょっと待って。痛い、やめてくれます。今こっち私力を募ってるんだけど。誰、次ブリー隊長しか出てこないの。ちょっと
出てこない。あ、来た来た来た。あ、ドローンもちゃんと来るんやね。特売商品、はい、来い、はい、来た。誰、皆の者、まだまだこれからじゃ。気持ちを強く持て。まだ倒れてはならぬ。さあ、しっかりするのじゃ。何、百鬼姫かわいい。でも顔、吹雪姫と一緒じゃね。待って待って待って、あ、これは、いやー、たまたまブリー隊長が2回続けて出たってことか。そっちじゃない、ガシャガシャガシャ、違うって。次は何を届けてくれた。ありがとう。多分いいものだと思います。多分かーい。あー、もう全然全然吸い取れなくなったんだけど。あー痛い。へっちゃらじゃないやろ、超吹き飛ばされてるよ。あ、でもなんか体力あんま減ってないよね。よし、これで。ちょっと今やめてくれる。今やめてくれる、迷惑なんです。あの、全然取れないし。あー、イライラする。イライラする。え、ガシャどこ行った。あ、来た、風姫。この世界を壊すつもりなの。そんなの絶対許さないんだけど。ですよね、許せないですよね。あ、攻撃してくるよ。ありがたや。はい、痛い。嫌です。お、キュービグレートか、違う、グレートか。よし、グレンチゴク、ヘイ。さあ、そして、はい、ガシャ、違う。お届けに参りました。うわ、待って、オロチグレートか。またのご利用。あー痛い、やめてよ。うおー、みんな吹っ飛ばされながらヘッチャラとか。ヤマタノオロチ当たってね。途中から当たってね。いや、ヘッチャラじゃないよ。友達召喚レイ。危ない。ああ、避けきれていなかった。弱き者どもがより集まって呼吸なまねよ。何もかも終わらせてやる。待って、こんな範囲絶対無理やろ。みんな体力1しか残ってなかった。やつの力は底なしか。絆だ友情だとくだらん力を使いよって。何もかも目障りだ。消し飛べ。ああ、ガシャーが。なんだと。お前がこの時代にやってくることくらい俺の目にはお見通しだったぜ。何、エンマ、お、覚醒エンマ、これはエンマ、過去のエンマ。待たせたな。妖怪ガシャ超大当たりの覚醒エンマだぜ。え、ガシャの中で眠ってたの。未来の大王よ、ご苦労だったな。あとは俺に任せておけ。さあ、行くぜお前たち。行こうぜ。これが最後の戦いだ。覚醒エンマ。何？なぜだ？なぜエンマがいる？貴様は未来に閉じ込めたはず。この時代のエンマ大王に会うのは初めてか？未来の王カイラよ。王の力は魔導鏡使いにする。妖怪探偵団、魔導鏡を手にかけ、すべての妖怪の力を集めるのだ。大蛇山フェスティバル。
ね、ちょっと違う違う、天に向けてって言ったよね。もうなんか何、友情集める、なんか変わっとる、陽気集めるじゃなくなっとる。何それ何それ何それ、これ集めてどうなるん。それがお前たちに託された妖怪たちの友情パワーだ。すごい力がみなぎってくる。これが妖怪みんなの力。さあもっと力を集めてくれ。なになになに、どこまで集めればいいんやろ。友達召喚メイン、おお、お届けに参りました。やるじゃん、いいね、みんなのおかげだね。あいつはあれやろ、あのエンマを決める大会で実際にその誰やった、シエンやったっけシオやったっけ、なんかそんな感じの名前、それとイツキが合体したやつよね。やっつけた、やっと、うん、しか、様、あ、様付けに変わった。しか様、クーテン、やめろ、なぜ今さらそんな姿で現れる。お前は黒い怨念となり、わらわを裏切った。ここ自体もなんかその黒い怨念みたいなに取り憑かれとったとかそういうこと？惑わせるな！お前は、空泣きだ！それは違うぜ、シカ様。お。白州、何を言っているのだ？事情は知っとるってことか、この二人。私たちは、一番大事な記憶を思い出したのです。あなたとクーテンが知るべき。真実は、ゲント、クーテンも今こそ真実を知る時です、シュカ様。でも今更真実知っても余計悲しくなるだけじゃない。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。